行ってくるね、セレマ。私たちの妹を連れ戻しに。私は逃げない。私が頑張らないと。待ってたよ、みんな。ここが愚問からさらに深くへと続く変国なのか。うちも全く知らん場所やから注意して進んだ方が良さそうよね。やっぱり感じます、妹の未来がここを通っています。それもつい最近のことです。だったら急がないと。そうだな、この辺りで追いつこう。よし、うちらの力邪魔する奴に見せつけたるよ。また会えて嬉しいな。うむ、息災で何よりじゃな。なんや双子の悪魔、水差しに来たんか。邪魔するつもりはない。わしらとしても代行者にはより多くの勇気を駆除してもらいたいからの。悪魔って言ってるけど、僕たちは第一に変国の管理者だからね。ここから先は変国の深淵じゃ。変国の最奥にある魂の浄化装置、再生の歯車まで、そう遠い場所ではない。妹の魂が蘇りできるタイムリミットまであまり猶予はないぞ。その前に必ず未来を見つけます。ここにいるみんなと。ああ、いい顔をしておるの。あんなに危うくて今にも壊れちゃいそうだったのに。新しいイデアも集まっておるようじゃな。イデアがキラキラ。でももうちょっと欲しいかな。無事に妹の魂を取り戻し、イデアを7つ集めた暁には、例の願い通り、未来を蘇りさせよう。すべてのイデアを捧げることと引き換えに。はい、わかってます。ならばよい、わしらは帰るとしよう。また僕たちを楽しませてね、レイちゃん。行きます。ふっかっせきやさまい。ふっかっせきやさまい。目障りです。えい、やった、せい、引っ込んでて。えい、やった、せい、くらえ、引っ込んでて。ふっかっ、どう吹き飛んで。ふっ、はっ、せっ、きやさまい。引っ込んでて。えい、やった、せい。力が増してきます。やっ、えい、えい、やった、ふっ、えい、やった、せい。ふっ、はっ、せっ、きやさまい。目障りです。やった、せい。ふっ、はっ、せっ、きやさまい。ふっ、はっ、せっ、きやさまい。え、やった、せいくらえ。ふっ、はっ、せっ、きやさまい。引っ込んでて。やった、せいくらえ。風、高まけ。え、やった、せいくらえ。私は
せいくらえ風逆吐きやったせいくらえやっ心さん頼みました行くでハッテハッハッテハッハッせいやっとつけたぜハッせいやっとせいやっとハッハッテつけたぜずたずたやでずたずたやでハッハッテYeah!
任せたよ。引き受けた。スイッタノイドの土産だ。スイッタトゥチレダンザンにしょす。スイッタトゥその高すぎるテンションだけは理解しがたいな。まったくや。だいたいなんでそんな元気な？ここまでたどり着くだけでも一苦労やったのに。勇者でさえ確実に強くなってますよね。ああ。そして勇気に至ってはさらに厄介だ。みんな元気ないよ。本当になぜそんなに元気なんだ？みんなが一緒だからかも。ね。遠足みたいだよ。おやつは300ドルまで。高すぎるやろ。ウェディングケーキ持っていけるやん。ほら、やっぱりこういう時、お腹出してる人は必要だよね。ツッコミ大事。ほらって言われても。何度も言うてるけど、腹出してるのはお互い様やからな。ナナナはエピクロスに変身すると隠れるよ。だからなんなんや。あれは隠れるというより、むしろ何も、いや、なんでもない。どうしたレイちゃん。いえ、ここは変獄という死後の世界ですし、目的もまだ果たしていないのに少し楽しいなって。エンジョイなのはいいことだよ。こいつに同意したくないけど、ナナナの言う通りかもな。ずっと張り詰めていることは心身への負担が大きい。緩和は重要だ。敵に油断さえしなければな。はい。そろそろ行こうか。休憩もできたし。風に逆まけ。
はっせっ、やっ、甘い。我が主よ。ヘラクレイトス、どうしたの？闇よりもなお暗く卑しい勇気どもの情念がこの先で渦巻いている。それってこの先に勇気の集団がいるってこと？ん、我は監修した事実をただ伝えるのみ。進むなら自意識を強く持つがいい。それだけ？もうちょっと具体的なアドバイスとか。今の何やったん、レイちゃん？いえ、ヘラクレイトスが勇気がいると警告してくれたのですが、詳細については要領を得ないので、私に似て口下手なんでしょうか。警告？口下手？どういうことだ？センさんの守護者はもっと饒舌なんですか？いや、そもそも私の守護者ソクラテスは喋らない。え？うちのディオゲネスもそうや。え？守護者って喋らないんですか？悪魔が言うには、守護者は聖者の魂の一部が具象化したもので、主の魂と同一な存在やから別個の自我はないって聞いたよ。今までもヘラクレイトスがみんなの前で喋ってることが何度かありましたが、うちらには守護者の声は聞こえてへんかったよ。なレイの独り言だと思ってたよ。思春期特有のもんなんかなって触れずにいたんやけど。
んな優しさいらないです。本当に霊の守護者には自我のようなものがあって会話もできるのだとしたら、ヘラクレイトスは特別な存在なのだろうな。私にはわからないです。でもこの先に危険な勇気がいると教えてくれたのは事実です。警戒して進みましょう。というのは誰のことだ。誰でもええよ。あいつらが勇気で魂を集めてるんやったら、やることは一つや。どうするレイ。あの数に飛び込むのは危険です。もう少し様子を見ましょう。だがいつまでも感化はできないぞ。あれ、なんか変だよ。魂よ、ここに。魂をあの方に集え。我らが同胞よ。増えたよ。気づかれた。ごめん、わざとじゃ。分かっている。それよりも異端者に裁きを、異教徒に罰を。すべては我らが崇拝する。あのお方の願いを叶えるために。来ます。いるかず、魚けど、どうか吹き飛んで。やっさー、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 やっさー。悲しみの夜でこそ輝け、涙よ、流転し、希望の星へ。ハンター、ね、心さん、頼みました。ねえ、
運命の意志をほのめけ、アッキラセくん、それからククラケ、混合の意志、アサキラ、ウケちゃん通って、行くぞ、いや、はい、さあ、沈め、いや、はい、さあ、沈め、いや、はあ、キリ、自分の口でこそ水道を示そう、全身、一縷の信念、一挙、手打ち、御心に添えず申し訳、ああ。最後までよくわからへん集団やったな。まだ深淵の先は長そうだ。一度現世に帰ろう。じゃあナナナはこの辺りで待ってるよ。すぐに戻ってきます。それまでキャンプしてるね。キャンプファイヤー。もう少しだけ待ってて。未来、少し平気か？大丈夫ですよ。どうしたんですか、センさん。以前レイが言っていたこと、1年前のバス事故で友人が亡くなったという話が気になっていてな。それはもしかして私が巻き込まれた事故と同じものか？はい、すみません。同じバスに乗っていたセンさんの前で話すことではなかったですね。いや、大丈夫だ。ただレイが間接的にでもあの事故と接点があったことに少々驚いたくらいだ。辛いとは思うが、よかったら友人のことを聞かせてもらえないか。あの事故に関係することはできる限り知って記憶に留めておきたいんだ。ただ一人生き残った者として。わかりました。ミナのユーリ、それが彼女の名前です。ユーリとは同じ中学校で、入学した時に知り合いました。私はクラスの中でも一人でいることが多かったので、そんな私を見かねて彼女から話しかけてくれたんです。綺麗な子で大人びていて、いつも落ち着いていたから、誤解されて冷たく見られることもあったけど、本当は寂しがり屋で、誰よりも周りに気遣いができる優しい子でした。私の大切な親友です。一緒に中学校を卒業したかった。すまない、辛い話をさせたな。あ、いえ、あの、私も聞いていいですか。ユーリが亡くなったあの事故、事故の前後で何か変わったことはありましたか。答えたいのだが。あの時車内でユーリ、中学生の女の子が電話をかけていませんでしたか。いや、悪いが私は事故が発生した前後の記憶がほとんどないんだ。かすかに覚えているのは、あのバスで母が隣の席に座っていたこと。次の記憶は救出された時のものだ。病院では事故のショックが原因だと言われたよ。そうですか。何か気がかりなことがあるのか。バス事故があった直後の時刻に電話がかかってきたんです、ユーリから。最後に親友の声を聞きたかったのだろうな。そうであればまだ救いがあるのですが。話を聞くばかりで力になれずすまない。いえ、いいんです。埋め合わせというわけではないが、私でよければいつでも相談に乗るぞ。ありがとうございます、センさん。それではまた変国でな。
前に進むんだ。